22隻建造予定だった、も、神型が、12隻で、計画を終了させた。そして、令和6年度の計画艦からは、も、神型に代わる新型 FFM の計10隻が建造予定である。個人的には、新型 FFM に加えて、UAV 母艦の建造を熱烈提案したいところだ。今回は、UAV 母艦の必要性と期待する能力について話していくね。まずは、UAV 母艦の必要性について一緒に考えてみましょう。自衛隊はグレーゾーン対策を強化すべきだと思いませんか？日本が巻き込まれる戦争は、間違いなくグレーゾーンから始まると考えている。これは、2023年6月28日に発表された防衛技術指針2023に記されているように、防衛省は、今まで国家正規軍同士の正面衝突を主に想定し、戦車、艦船、戦闘機といった装備体系を着実に整備してきたが、グレーゾーン対策はおろそかになっている。現状の分析として、中国との関係で尖閣諸島が関わり、ロシアとの関係では北海道が戦争の焦点となる。2023年6月1日の共同通信では、国家海洋局が1990年4月に提起された領海法では、尖閣諸島が含まれていなかった、中国が1992年2月に領海法を制定した際は、沖縄県、尖閣諸島、中国名、長魚島を自国領と明記するようにと、軍部が強硬的に実現させた。2023年1月30日に、沖縄県石垣市は、尖閣諸島周辺で2回目となる海洋調査を行った。その時の調査中に、中国海峡局の船が領海に侵入し、こちらは中国海峡船団である。火船は我が国の領海に侵入した。直ちに退去せよという警告が無線でなされた。その際に、中国海軍の艦艇から回収された中国海峡局の船が尖閣諸島の沖合を航行しているのが初めて確認された。その船に搭載された武器は 76mm 砲のようで、偶発的な衝突の危険性も高まっているし、中国は日本よりも圧倒的な数で脅かしてくるのだ。2012年時点では、日本が保有する巡視船は51隻で、中国の40隻に対して優位を保っていたが、同年の日本による尖閣の国有化以降、中国が大幅に装備を増強し、その2年後には82隻まで増やし、2023年2月時点で2倍超になっていた。2023年5月27日、中国海峡局の船は、国際司法の場で、尖閣の領有権を争うことを想定し、周辺海域における法執行の実績を示す証拠として、船舶自動識別装置 AIS データを発信しているらしい。現場で、中国船の退去を求める海上保安庁の巡視船は、運用を秘匿するために AIS を作動させていないので、国際司法の場では、日本は、何もしていないことになっている。2022年11月25日、ロシア連邦保安庁の内部告発者の発言によると、2021年8月に、ロシアは、日本を相手にした局地的な軍事紛争に向けて、真剣に準備をしていたと報じられた。また、ロシア下院議員の、ロシアは、北海道に、すべての権利を有しているという無鉄砲な発言に対して、林外務省は根拠がないという反応を示しただけであった。実際に、ロシアは日本海でのミサイル発射訓練の頻度を増やし、北極艦隊から
太平洋艦隊に最新原子力巡洋艦を配置替えまでやっている。中国にとって日本の領土問題となっている島々で発生する侵入事件も当該国にとっては国内問題に過ぎず、防衛省はまだ戦争レベルに発展していない状態での紛争に対して対応はできない。海上における人命、財産の保護や治安の維持は、警察機関である海上保安庁の任務でとなっている。しかし、日本の某島に民間人に扮した工作員が潜入し、軍隊の上陸を容易にするための工作をしていると仮定しよう。その工作員が海岸を爆破して、上陸舟艇の立ち木を容易にする工事をした後、島の土地を大量に買い上げるため、島民に対して侵略に賛成するように働きかけるのだ。この段階では、出入国管理法や火薬類取締法の違反事例とするのか、それとも日本に対する武力侵略行為に該当するのかは判断できません。結局のところ、治安出動が発令されるまでは警察が対応するわけだが、その間にも工作員の数が増えてくるでしょう。仮に日本の警察力によって工作員が不利な状況になった時は、相手国の軍隊が介入してくる可能性も十分に考えられる。一旦工作員に侵入されてしまったら、おそらく海上保安庁の能力だけでは対処できません。しかも侵入後は陸上の問題となり、海上における人命もしくは財産の保護、または治安の維持には該当しないため、海虚無行動を発令できないのだ。これが、ロシアや中国などにとっては、単なる国内問題であり、戦争ではないことから、自衛隊の出る幕ではなく、警察力で対処することになるわけだ。要するに、グレーゾーン自体が起きる前後に警察機動隊の大部隊を自衛隊ヘリなどで速やかに輸送し陸上対処をさせなければならない。グレーゾーンとは無害通行なのかどうかは不明で、主体が国または国に準ずるものなのか、それともそうでない単なる個々のテロリスト等に過ぎない輩かどうかもわかりません。このような場合は海保や警察が対処することになり、海保や警察がお手上げ状態となる場合は、自衛隊で対処することもグレーゾーンに入る。つまり、グレーゾーンとは、警察や海保が処置するのか、防衛省の問題になるのかの中間に位置する曖昧な事案を指しているとも言えるだろう。ロシアによるウクライナ侵略の現場を見てみると、様々な民生製品や技術が活用されるとともに、急激に技術発展を遂げた UAV 等が、戦いの趨勢に大きな影響を及ぼしている。烈度の高い紛争を前提とした装備体系の能力向上のみを続けるだけでは、新しい戦い方に対応することはできず、そうなれば、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保ち続けることもできなくなるでしょうね。もはや、既存の装備体系にとらわれることなく、あらゆる状況に対処可能な技術的解決策を柔軟かつ迅速に作り出していかなければならないと、前期防衛技術指針でも掲げられていた。当然ながら、防衛出動前提の装備開発取得にプラスして、グレーゾーンに関して間接的に発生する治安出動レベルで対応できる護衛艦を取得しなければならない。防衛省の任務以外のことで使用するために、海上自衛隊が艦艇を保有した前例がある。それは、文部科学省の南極地域観測統合推進本部が行っている。南極観測の輸送支援を2代目しらせがやっているということだ。
この震災氷管の建造予算は、南極地域観測関係費として文部科学省に計上されたが、なぜか自衛艦として建造されていた。文部科学省にある北極研究戦略委員会の資料によると、2代目しらせの所有は海上自衛隊となっており、実際横須賀地方隊に所属している。グレーゾーンに対応する UAV 母艦は規模的に若干小型級になるヒューガ型が適しているでしょうね。そして搭載 UAV としては固定翼タイプではウクライナでも活躍中のバイラクタル TB3 クラス及びプロペラがついたマルチコプターを複数機搭載するのが理想的だ。有事で使われる UAV の任務用途としては偵察、物資輸送、必要な場合は攻撃を想定しているため、それなりの操縦手を自衛隊で育てる必要がある。さらに、緊急の人員輸送を考えると、ローター折りたたみ、機能を有した多用途ヘリコプター UH-2 にも搭載されるべきだと考える。甲板に設置するエレベーターは、前後2箇所にして、着艦した UAV は、前方エレベーターで、艦内に収容し、後部エレベーターから、飛行甲板に上げ、この艦の翼は畳んでおく。UH-2 は、下部甲板の後部エレベーター近辺に駐機させ、必要に応じて、エレベーターで飛行甲板に上げなければならないため、艦載クレーンやヘリコプターの牽引車も必要となってくるだろう。早急に UAV 母艦を建造して、グレーゾーン対応を加速しなければならないと思うが、運用するための海上自衛隊員を増やしたり、そこに関わる要員を訓練したりする必要が伴うことは、否めません。2023年11月7日から9日までの3日間、防衛装備庁と三菱重工業は、オーストラリアのシドニーで開催された、海洋防衛総合イベントインドパシフィック2023において、新型水上戦闘艦 FFM-AAW の模型展示を行った。この艦は、海上自衛隊が新型 FFM と称し、最上型護衛艦に続く派生型と言ってもよい。今回は、この海外売り込み用、新型 FFM 派生型について詳しく見ていきましょう。潜水艦の時とは状況が違いますし、これは世界に売る気満々かな。海上自衛隊が整備を進めている最上型護衛艦には、諸外国で同程度サイズの艦艇に付与されるFF フリゲートという記号に加え、機雷のマインや多機能性を意味するマルチ、パーパスから M を明記した新たな艦種記号が与えられており、2018平成30年度予算から調達が開始されたため 30FFM とも呼ばれている。目下、身型は当初22隻の建造が計画されていたが、防衛省は12隻で終了させて新型護衛艦建造を決定した。FFM、AAW というのは、新型護衛艦の設計をもとに、三菱重工業が諸外国に提案している艦と言ってもいいでしょう。FFM、AAW は、洋上ステルス性能を追求した船体の設計や、その機能のために採用されたユニコーンと呼ばれる形状のマストも、もっか身型を踏襲していた。しかし、もが、身型の基準排水量が3900トンであるのに対して、新型護衛艦の基準排水量は4880トン前後にまで増加しており、また、全長も133メートルから約142メートルへと巨大化していた。
ちなみに、駆逐艦を意味する DD の艦式号を持つ汎用護衛艦、ムラサメ型の基準排水量は4550トン、高波型の基準排水量は4650トンなので、新型護衛艦は、艦種こそフリゲート FFM であるが、汎用護衛艦 DD をも上回る大型艦であることがわかる。新型護衛艦の推進方式は、モッガミ型と同様で、低速航行時に2機のディーゼルエンジンを使用し、高速航行時にはガスタービンエンジンを使用するコダグを採用しているため、最大速度はモッガミ型と同じく時速30ノット以上約 56km 毎時になると見られている。搭載する兵装は62口径5インチ砲と短距離艦対空ミサイルのシーラムのランチャー、17式艦対艦誘導弾の4連装発射筒2機、324mm 3連装単魚雷発射艦、垂直発射装置 MK41VLS で、この構成に関しても、モッガミ型を踏襲している。しかし、その中でも、セルと呼ばれる、VLS に収納されたミサイルの発射筒を兼ねた保管容器の数だけが、モガ、ミ型の16セルから32セルへとバージョンアップされていた。MK41VLS は、中射程艦対空ミサイルのスタンダードやシースパローなども発射できるが、海上自衛隊は、セル数が少量であるモッガミ型の VLS には、ミサイルの先端に魚雷を搭載した兵器で、通常の魚雷に比べて遠距離に位置する潜水艦を攻撃できる07式垂直発射魚雷投射ロケットのみを搭載し、今のところ中射程艦対空ミサイルを搭載することにはなっていない。そもそも、FFM、AAW の AAW は、アンチ・エアー・ウォーフェアすなわち対空戦を意味しており、FFM、AAW と新型護衛艦は、VLS のセル数を増やして、中射程艦対空ミサイルを搭載することによって、モッガミ型と比較しても、大幅に対空戦能力を強化することができるのだ。冒頭でも述べたように、防衛省は、モッガミ型の建造を12隻で終了し、新型護衛艦の建造を計画している。要するに、防衛省は、モッガミ型の補填として、新型護衛艦10隻の建造を予定していたわけだが、後に12隻へと増やしている。モッガミ型は、1年度に2隻という類を見ないハイペースで建造されているが、新型護衛艦の建造ペースはさらに速く、2024年度からの5年間で、12隻の建造計画が打ち出されており、2025年度予算の概算要求には、2隻の建造費1747億円が計上されている。2028年度には、海上自衛隊のいずれかの基地に配備される予定だ。モッガミ型の生みの親である三菱重工業は、同型の建造途上の段階から、FFM、モガ、ミ型の基本設計を踏襲して、ファミリー化を図る将来型多用途フリゲート、FMF、フューチャー、マルチ、ミッション、フリゲート構想を発表していた。FFM、AAW の模型は、今回のインド、パシフィック、2023で初めて公開されたわけだが、そのコンセプトに関しては、2019年11月に、千葉市の幕張メッセで開催された防衛関連総合イベント DSEI Japan 2019において FMF ファミリーの一つとして発表されていた。当時の三菱重工業は FFM AAW を構想した理由として、将来海上自衛隊が汎用護衛艦 DD などの後継を必要とした場合、開発期間を短縮するとともに開発コストをも低減するためであると説明していた。その考え方の正しさは、新型護衛艦の整備計画で実証されたと言っても過言ではない。さらに、三菱重工業は、FMF ファミリーとして、FFM、モガ、ミ型の基本設計をもとに、胴体を短縮した哨戒艦型と海上保安庁専用となるかもしれない沿岸警備隊型も構想しており、DSEI Japan 2019で、その模型を展示していた。防衛装備庁は、2022年12月に、ベトナムの首都ハノイで開催された防衛装備展示会、ベトナム国際ディフェンスエキスポ2022などでも、モッガミ型、FFM のプロモーション活動を実施するなど、輸出へ向けた動きを示している。個人的には、
FFM、AAW や FFM の胴体短縮型も、有力な輸出商品になり得るポテンシャルは十分にあると考えている。現在の FFM は、三菱重工業中崎造船所と三菱重工マリタイムシステムズ多摩の本社工場で建造されているわけだが、防衛省は、8月25日、来年度以降の新型 FFM 調達に関して、主契約者を、三菱重工業、下請負い者を、ジャパンマリンユナイテッド、JMU に、それぞれ正式決定したと発表した。これが、本当に、5年間で、12隻の建造となれば、1年間に2隻を超える3隻の建造が見込まれる年が生じるため、その分、作業量や人件費ともに増加となるわけだが、その人たちのおかげで、海上防衛力の強化につながる。1月25日に発表された、新型 FFM 型にかかる企画提案契約の参加希望者募集要領によれば、2024年度と2028年度には、主契約者の三菱重工業と下請負い者の JMU によって、それぞれ一隻ずつ建造される。また、2025年度から2027年度までは、2隻を超える建造を計画した場合には、JMU に一隻を建造させることになっている。このような両者の調達計画に対して、防衛装備庁は、新型 FFM の第1番艦の建造契約の締結年度の1年目と、第1番艦の引き渡し予定年度の5年目には、それぞれ一隻の建造を実施させることが参加希望者募集要領に示されており、2年目から4年目までの間に、建造開始隻数が2隻を超える場合は、そのうちの2隻の建造を2社に実施させると記されていた。このような文書を確認したものの、各年度の具体的な建造隻数は記されておりませんと、防衛省は謎めいた回答をした。しかし、防衛装備庁は、2022年12月に策定された防衛力整備計画、2023年度から2027年度で述べられた護衛艦12隻の調達に関しては、目下、身型2隻と新型 FFM10隻のことであることをはっきりと認めている。また、防衛装備庁は、防衛力整備計画に示された護衛艦12隻のうち2隻は、2022年度予算にて、建造予定のもが身型護衛艦を指しており、残りの10隻が新型 FFM を指していると明確に回答した。このことによって、今後5年間のいずれかで、イージスシステム搭載護衛艦 DDG のマヤ型護衛艦や、工場型 DDG 2隻の建造に着手するとの見方も一部ではあったが、それが否定されたことになる。いずれにしても、海外売り込み用の新型 FFM に火がついて、日本の軍需産業が盛り上がったら、当然中国は黙っていないだろうし、そこにアメリカがどのように割り込んでくるかも気になるところだ。しかし、これらのことは、すべてインド太平洋の平和を守るために使われるものだということを、我々日本国民は理解しなければならない。アメリカが凍結したレールガン開発に、日本が完成間近で、極超音速キラーとなる情報をキャッチしました。今回は、日本が完成間近の電磁砲開発を詳しく見ていきますね。ロシアの極超音速は、偽物とわかり、中国の極超音速も、怪しい性能、今こそ使うべきだよ。
2023年5月上旬、ロシアからの軍事侵攻にさらされているウクライナは、西側諸国からの兵器供与で受け取った PAC-3、パトリオトミサイルシステムによって、ロシアの KH-47M2 キンジャールを初迎撃したと発表した。ロシアの KH-47M2 キンジャールは、航空機に搭載して運用される空中発射型の空対空弾道ミサイルであり、これまで、ロシア側は、最大飛翔速度は、マッハ10以上に達し、回避軌道も可能なため、西側の持つ防空網では、迎撃は不可能と喧伝してきた。ウクライナの首都のキーウでは、この KH-47M2 キンジャールを、PAC-3、パトリオトミサイルシステムで撃墜した、視覚的な証拠も提示しており、ロシアのプロパガンダを否定できた、政治的な意義も大きいだろう。この KH-47M2 キンジャールが、従来ロシアが喧伝してきたようなマッハ10を超過する速度と、迎撃を困難とする回避軌道が、実際に可能であったのかについては、疑義の声すら聞こえてはいるが、これら、極超音速兵器への対処は、世界各国で課題となっている。日本においては、こうした、極超音速兵器の迎撃を担う、兵器の一環として、2022年度の防衛予算の中から、およそ65億円の開発費用をレールガンに投じており、その実用化が、実際、問題として、図れるのか否かに、大きな注目が注がれていると言える。レールガンは、現在の防空兵器として、主力と言っても、過言ではない対空ミサイルと異なり、本体にミサイルのような推進装置を備えておらず、どちらかといえば、従来の火砲のように、砲弾を射出するだけの機構の兵器に近い。従来の火砲の場合は、砲弾を火薬の炸裂する圧力によって打ち出すものだが、レールガンは、砲弾の射出に、火薬ではなく電気、電磁力を用いる原理の兵器であり、ミサイルと比較すれば、はるかに、一発あたりの単価が、低額で済むとされる。レールガンは、砲弾を、電磁気の力、物理学の用語で言うところものローレンツ力で、推進加速を発生させて射出する仕組みで、甚だ近未来的な雰囲気をまとってはいるが、その起こりは、1800年代中盤と、かなり以前まで遡る。よって、1914年からの第一次世界大戦や、1939年からの第二次世界大戦時には、すでに、ドイツや日本といった国々で、レールガンの兵器としての開発が行われていたが、この頃の技術水準では、実用化はさとしたばなったのが、実態であった。レールガンの構造は、火砲における方針の代わりに、2本のレールを平行に設置し、その上に砲弾となる金属を置いて、レールの後端部分に電源から、引いた電極を接続するのみという、簡易な機構で成立させることができる。この状態で、2本のレールに通電させると、砲弾は、電磁力によって、先端部分へと、電磁力によって、推進力を得る形となり、物理的には、非常に平易な構造で、砲弾を射出するに足る力を発生させるものでとして注目された。こうした物理的な構造によって、レールガンは、その利点として、自ら飛翔するのに、必要な推進機関の内蔵不要であり、その分製造が安価で済むと同時に、火薬を用いた火砲の砲弾よりも、高所速で、かつ長射程を実現可能と考えられた。その反面で、レールガンの物理学的な弱点は、砲弾を射出する際の電磁力のエネルギーロスが課題であり、かつ射出に必要とされる電源から、大電流を取り出す必要があり、第二次世界大戦時には、砲一門に発電所を設ける必要があるとまで見さされた。こうしたレールガンを実現するためのハードルが緩和されたには、1960年代に入ってからで、電力供給用に単極発電機が使用されたことで、現実味を帯び、1980年代に、アメリカは、
宇宙空間でそれを活用すべく研究を続けた。アメリカでは宇宙空間の軍事利用を推進すべく SDI 計画の中でレールガンの実用化を企図したが、19991年の旧ソ連崩壊に伴う政界的な軍縮傾向の中で下火となり、1990年代以後は地球上での使用を前提としたものへと回帰する。アメリカ海軍ではイギリスの軍需関連企業大手の BAE システムズ社の協力を得て、2010年にはおよそ 10kg 強の砲弾を打ち出すレールガンの試作に成功。2016年を目途に水上戦闘艦に搭載する発射速度10発分、最大射程距離およそ 160km を目指した。そして2020年までにはその開発を終え、実際の水上戦闘艦に搭載してのみテストを行うことを期としていたが、この発射速度10発分、最大射程距離およそ 160km という使用のレールガンの実用化には、少なくとも 25MW の電力を賄う必要が生じた。この当時、25MW もの電力を供給することが物理的に可能であった水上戦闘艦は、アメリカ海軍の中でも新機軸の導入で高コストが問題となり、わずか3隻の建造で打ち切りの浮き目にあったズムウォルト級ミサイル駆逐艦しか存在していなかった。ズムウォルト級ミサイル駆逐艦は、艦艇自体の運用に必要な電力を除いても、およそ 40MW の余力があるとされていたが、アメリカ海軍の主力艦である、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦は、同 9MW ほどしか、それがなかった。つまり、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦では、試作されたレールガンを稼働させるに足る電力供給が全く不可能であり、その実現には新たな蓄電システムの実装が必須だったが、そもそもレールガンの運用に必要な電子機器類の開発が容易ではなかった。そしてそうした課題にアーレイバーク級ミサイル駆逐艦とレールガンが直面している間に、実に射程距離でレールガンの使用をはるかにしのぐ 1000km 超級の極超音速兵器が世界的に出現する状況が発生してしまった。前述したように、アメリカ海軍が実用化を目指していた水上戦闘艦搭載用のレールガンの射程距離はおよそ 160km ほどしかなく、仮想敵国であるロシアや中国の対艦ミサイルの射程もはるかにこれを凌駕してきたため、その有用性は薄れていった。アメリカ海軍では、ほぼすべての水上戦闘艦に装備しているマーク 41VLS に対して、それに若干の改修を施せし、そこから運用可能な新型の迎撃用極超音速ミサイルを開発する方が、はるかに運用効率が高いと判断。事実上、レールガン開発は凍結に向かった。ただし、こうしたアメリカ海軍のレールガン開発の事実上の凍結という事態を見た中国は、技術力の向上によってその課題を克服し、およそ 25kg 砲弾をマッハ7以上の速度で射程距離約 250km まで高めていると喧伝している。中国海軍では自軍が開発を今後も推進するレールガンについて、その用途は沿岸部の防衛任務を想定している模様で、レールガンの砲弾の速度を生かした極超音速兵器への迎撃ではなく、敵艦敵の接近拒否用に位置づけているようだ。日本におけるレールガン開発は、口径 40mm の砲弾を初速 2000km 秒以上で射出し、レール自体の耐久性は120発以上を想定、最大で約 200km の射程距離を実現し、ロシアや中国の極超音速兵器の迎撃用途に使用するとめされている。レールガンの砲弾は通常の火砲と同様で、無論
誘導装置等が内蔵されたものではないため、冒頭で述べたパック3、パトリオとミサイルシステム等と併用して、極超音速兵器の迎撃の一環を担う兵装としての運用が構想されているのだろう。地対空誘導弾であるパック3、パトリオとミサイルシステム等のミサイル一発の単価は少なくとも億の単位であるが、レールガンはこれが同200万円ほどと考えられていることから、はるかに安価であるのは間違いない。しかし、ロシア・ウクライナ戦争において、当時の西ドイツが、敵の戦闘ヘリを排除するために開発したゲパルト対空戦車が、対ドローン迎撃に効果を発揮していることを考慮すれば、安価な対空防御は、こうした兵器の再評価も必要かもしれない。